行くのに行くの？行かない行かない。いや行くの。さあということで来ました。高絶イグノーに挑戦です。だいぶ降臨してから日が経ってますけど。いやいやそうですよ。はい、っていうのもあれですよ。みんな苦手でしょイグノー。めちゃくちゃ嫌いです。避けてました。そうなんです。だって、はい、アルセーヌがいなかったからさ。確かに。うん。僕は、アルセーヌいてもやってないから。僕もやりたくない。何回かやったよ。はいはい、何回かやったけど。うわもうこれちょっとめんどくさいなってなってまあね1回にすげえ時間かかるんですよねかかるで失敗したりするから失敗したりするから周回ができないうわなるほどちょっと俺全然わからないから教えてねもっと、はい、なんかこれでいいぐらいのぶっ壊れ出たらやろうと思って、ね、確かに出ないでしょそういうのいや難しいんですよねなんかいやだからちょっとちゃんと、はい向き合ってやりましょう向き合ってやりますか、はい、ガチャかイグノーに向き合うの巻確かに行きましょう、ね、はいこんなメンバー、はい、ゴリゴリでゴリゴリで運2でいきたいと思います、はい、いきます、はい、ではイグノーストライクショットショットショットもうはいちょっとビスケットあれこれははいこれレザーバリーのあの2体だよねそうですねやればいいんだよね理想は真ん中のゴーストの下にエレメントショットっていうかあれつけてそうだよね大変だな難しいですけどねで自分はその間に入ってくるそうですねこれどっち先決めてるんですか僕そのちっちゃい方決めてますそうだこんなんだったあ、いいかもいいよ壁にもくっつくの壁にはくっつかないですくっつくんだ、はい、しかもゲージミスターでもあそこ敵とかビットンとかにもくっついたはずですなるほど、はい、先に方向決めようかなアルセーヌはこれアラーキーモードでも、うん、アラーキーモードえ篠山騎士モードだっけいやないですそんなモードないな写真家になるほらどうだうまいこれうまいいいんじゃないですかナイスこういうことそういうことそういうことこういうこといやあのちっこいのは何であれは普通に多分倒せますあのエレメントあじゃあもうこれはだからとりあえず上のやつだけに縦缶くっつけてくっつけて縦缶気味に打って下に向けて矢印放てば下の下に向けてであのちっちゃい矢印を上のゴーストあーそうですねそうですねあれこいつできなそうあ それでそれだと自分が行かないゴースト行かないですよ自分でずれていかないとおーいいかも、うん、こうだろうかそうだろう時間かかるそうだろうそれポルノグラフィティの違うねそうだろうあれ反問でしょ反問です反問みたいに反問みたいにかこれゴースト行きたいんですけど、うん、なるほどみんなでやると面白いね、うん、その間にだよねあのゴーストの間にに入れたいんですけどこれいけるかなちょっと角度薄くないもうちょい薄くするこんぐらいうん、じゃない行ってみようかないやーよくないといけないけどおっしゃおっしゃでそうだろう横間でも割と いけるかないや結構ね横間いけるんだったらめちゃくちゃいいそうですねでも削りはしますよね相当寝そうだろう。寝そうだろう。浮いてます。上に行ってます。おお。いやここで行きます。お。うわなるほど。もっとちっちゃい方。寝そうだろう。ナイスナイスナイス。いいですよ。こうだろう。そうです。なんかあとなんか。寝る直前とかにふわふわした気持ちで やると すぐ負けたりするの何が来やがったのみたいな、ね、でなんかミラクルに無駄に2個ぐらい使って
これはまた1体ずつしたの？これね、あの右の地雷出すロボットで、うん、多分全員地雷持ってないんですよ。じゃあやらなきゃだから先にやりたいはやりたいですね。直接狙うといかないんで、逆からいかないと。そうですね、それを覚えてた。あ、そうですね、そうですね、それとか。うまい、うまい、うまい、しゃあ。でも倒してない、倒してない、やべえ。でもまだあと一ターン。そうか、ごめんごめん。だからなるほど、貫通だから。こうか、これもう自分は真横ぐらいでもいいイメージだけどね。そうなんだ。これでもさ、うん、うまい人はもう高速周回とかしてるよ。運極速い人も速いもんね。 OK、 ナイス。うん、ではやつらが3ターンで終わり。まあ、あとやつら、そうですね、火力高いんで別に。あ、これはいいます、ね、あの1体でいいの？1体でいい、蘇生はないと思います。いい、あ、そっち抜けちゃうんだ。ああ、そりゃないぜ。うわあ、キラーが。ああ、そうか、ごめんなさい。次でも左は攻撃ないから右やれれば。なるほど。だけど、いや、今どうしようかなと思って、違うだ、落ち込んでただけだわ。ちげえ。まあ、次多分、金波っすよね。だ、確実にもう右下だけでいいかもしれないですね。右下ね。いいんじゃん。いいかも、いいかも。ナイス、ナイス、ナイス。ハート取らないで。オッケー。触手はないのかな。いや、あれです。攻撃、自分で攻撃力アップしてあのレーザー撃ってくるんですよ。ああ、なるほど。だから結構即死級のダメージくると思います。でここか、次で多分攻撃アップしますね。こいつ。それは面白いかも。ちょっと角度つけて。自分も狙っていく感じ。あ、でもシャイレ取んないと、取んないと。ハートを取らなかった、すいません。あ、なるほど、ハートを取らなかった、すいません。 SS 使います。はい、すいません。大丈夫です。ただ落ち込むなよ。ブロックの右側抜けてくる。はい。あ、このブロック持ってるんですよ。あ、なるほど。怖え。いいの、もっと下目に。あ、そこのあれについちゃう可能性もあるの？あります。ビットンっていうかシールド、シールド、これでいこうかな。これ使わないですよね、シールドに。うん、疲れたら困っちゃうね。使わなかった、ナイス。ちょっと待って。おっしゃ、ナイス。うまいうまいうまい。しかもあれ、ハート取りに行かなくてもいい。そうですね。ハート勝手に詰め込んでたから。はい、はい、でも俺それ知ってましたよ。いや、もう飲んだよ。ハート取るんだ。ハート飲んだよ。いや違います。今のちゃんとこういうあれで行こうと思ったんですよ。直でもよかった。直でいいじゃん。知ってました、知ってました。これはあの石みたいなのをやんないと行くの弱点を。で防御ダウン。でもあれ先やった方がいいの？地雷やった方がいいっすね。うん、地雷行くのむずいな。でもあの石は普通に何もエレメントあと30秒なくても倒せます。どんどんどん。そうだ、技術戻してる時にね、間違えて話しちゃうと頻発するんですよ。これいけたら、ね、わーすげえ、これかっけえな、これいけたら。ついた、うまい、うまい、うまい。でもいっか、でも減らした、いい感じに。十分っす、十分っす、十分。で、これ次のアルセーヌめっちゃいい位置いると思うんですよ。ああ、ずれちゃうのか。すがされる。さすが。なるほど。さすが。これはボス狙いに行ってもいいぐらいの。でもあいつやりたい、あいつやりたい。そうっすね、難しい。でも結構火力出せるんですよね、アルセーヌ。あ、なるほど。なるほど。
ボス行く俺が。だからマーチよりもボス。俺次あれ行けるよ。あでもまたあのお月様出てきちゃうかな。お月様って多分出てくる。すげえ、すげえ。これで真上につけてる。うん。なるほど。これも、お、倒してくれた、あれ。ナイス、めっちゃ助かる。結構出ましたね。なんだろうね。強アルセーヌ。アルセーヌが強いのか。今何で入ったんだろう。確かに。弱点にエレメントエリア入ったんですよね。はい。おーでもいいかも。いいかも。面白い角度。いけるあとは打つときずらさなければそっと離す。あゲージ。あごめん、あっち見てやっちゃった。ちょっと初歩的なのやんなよ、こっちのこっちのモニター見てごめん、こっちを AB で見えなかったからさ。こっちのやらせて。廊下だ、廊下が立ってろよ。廊下が出てるわ。廊下に立ってろ。弱点に引っ付けて、薄めに立てて始めます。うまい、いいね、それできたらいいかも、いいかもしんない。よしよし、うまい、いいかもしんまい。ナイス、立ってる本当に。そうですね、次アルセーヌ出したいから、この石というかこいつを石板というか倒したいですね。出しつつ、石板倒しつつ、出しつつね、いけたら最高ですね。まあ体力は余裕あるんで、ハートとかは別に気にせず、はい、見えました。おいい、上にもシールドあるからあれにくっつく。そうですね、あそこだけ避けて、はいはい、いいんじゃないですか。うまい。おーナイス。そっか、いいですよ、いい調子、いい調子で、ボス、あ、まだか、次か。長いなー、長いんすよ。あ、そうだ、これはお互いね、そう、お互いか、むず、下からのが楽なのかな。下のどっちか、頭か。でもそうするとこういう風に弾かないと。そうですね。あでもいいんじゃないですか。それで上抜けないかどうか。引っかかるわ。これ下から。あいや、引っかかる。絶対引っかかるから、いいと思う。じゃあ行きましょう。はい。いけると思う。うまい。最高。最高だ。こういうことだ。本当にすごい。あと。あと何ターンか。さあ来い。6ターンか。じゃあこのシールドンとかの。これもさあれでしょ。さすがにこれでね、攻撃力アップとかしないでしょ。そうですね。で左な、なんつうの、左上のやつが HP 高いんですけど、ゴーストはそんな硬くないんで、ちょいい感じで削るとかでも。なるほど。待って。惜しい。いや違う違う違う、ごめん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 、押した押した押した、今のでもめちゃくちゃいい。そうね、そうこれね、これね、でもまあむずいね。あその間ぐらいに、このちょうど間ぐらいに入れて、こんぐらい、怖いかもしれない。ただね、ハーチェルはね、クイーンハーチェル、クイーンハーチェル下につければ、うん、そうか、結構、結構薄めで、ああ指が、それだと大島の、大島の寄生獣が、右が、こんぐらいか、うん、あいい、でも自分が立て感じないけど、あやべ、なんか結構、うわ全然出ない、あれ、ちょっと待って、今何？今減速持ってるけどな、多分シールドね、結構減速、そうか、多分そうだね、だってピタッと止まるのが壁じゃない、ピタッと止まるもんね、減速壁。一応立っとく、なんで。一応立っとこうか。なんで。おなんでだよ、理不尽だよこの学校。一応な、一応ね、一応立たされてる。
俺はあの、ゴーストの頭にくっつけるのがいい、うんうん、で、どういう風に入っていくかな。いや、もうあの2体タタンって殴るイメージで、うん、減ったら御の字。あ、もうやばいの？こうやっとく？そうか。いや、多分まだ大丈夫だと思うんですけど、こうやっとく？うん、あ、いい、それいいかも。消せるかも。最悪向こうにも入れるかもしれない。いいかも、いいかも。あ、惜しい。もういっちょ、もういっちょ、もういっちょ。惜しかった、惜しかった。でももう圏内じゃないですか。圏内？はい、そうだね。次で同じやつ感じで打つのか。あ、でもいいかも、いいかも、いいかも、いいかも。ほっ、いいかも。あ、ゴースト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 、ごめんな、ゴースト。終わり？いや、右の3じゃない。あ、俺いけるわ。本当だ。あ、いいね、いいね、いいかも、いいかも、いいかも。上矢印で、そうだね。もうちょっと、よし、ナイス。ごちそうさん。あ、出た、あの、カイジワンの山本太郎さん。よし、ボス、ボス。あー、これ3体なんすよね、このクロスドクロ。じゃあ、もうカビーみたいなあいつにつけて。カビーにつけなきゃダメ。そうだね。これどうですか、これ当たんないかな。うわ、ほんとだ。絶妙にむずいね。当たってますかね、これだと。いや、ギリ抜けそうな気もするよね。ちょっと行ってみていいですか。うん。あ、やばい、チールドンっぽいか。いや、今ちょっと打つ瞬間ずる。まあまあまあ次頑張ればいいよ。あ、でも一旦消えたよ。本当だ。で、このカビはあれだっけ。カビは多分普通に倒せると思うんですけど。あ、そっか、カビは倒せるから、これでいいか。お、いいかも。何それ、すごい、すごい、すよく考えたな。うん、いいよ、座っていいよ。いや、うん、独裁なんだよ、あの学級委員長。これはもう、ちゃんと弱点につけなきゃダメなパターン。そうですね。か、一個可能性あるとしたら、これ難しいもんね、これ、うん、あの、シールドにつけてアルセーヌの友情っていう。ああ、ありですね。はぁ、それもありなんだ。それもありです。へー、それいいかも。で、暴れて、それいい、石倒して、うん、はい、だからこっちに打ってこう打って。そうですね、あのシールドとかの頭につける、ね、頭につけて。いいかも。アルセンで拾ってから石、めっちゃうまい。あ、でもずれちゃった。あ、でも結構入りますね、後半で。あ、でもこれで、あの、あれか、防御ダウン。はい、じゃあさらに入るかもですね。そっかそっか。あ、場所いいよ。あ、これ SS どうすか、貫通。あー、なるほどね。はい、まあ、ありだね。で、弱点につけて、こういうことだ、はい、で、これを弱点に確実につけると。むずいですけどね、できたら飛ばせるんじゃないですか。そんなもんだな。うん、いいかも。来い。あ、よし、よし、よし、ついてるね。乗ってるね、ついてるね。ついてるね。よしよしよし。おじさんしか見なくなっちゃうもん。もうすでに見てないんです。よしよしよし。うわあ。行きたいけどな、地雷。地雷行きたいけど、HP、EP、あ、無難に無理に行くよりはこいつ消してもらって、あれもありだけどね。これでつかないですかね。いや、それ、
ちょっと待って。ついちゃいますかね。じゃあもう、いや、つくだぞ。いける？行ってみようか。ちょっと横につく。行ったとしてもね、うん、やめときますか。いや、行ってみるか。行ってみますか。どう？じゃあ行ってみます。あそこかーい。あ、でも、おー、でもすげえ友情で。友情だ。なるほど。ちょっとそれ、ね、逆に狙ってみんのどう？友情。なるほどね。あ、確かにアルセーヌの友情、これ結構入ると思いますよ、うん、え、もう縦勘に近く、ね、縦勘に近い、うん、これでもいいと思う。はい、それでいいかもしれない。これいいかもしれない。でも結構入んない。強っ。最高。下のアロも消した。ナイス。いこれいい判断。うわぁ、キラー。あ、金がないっす。とりあえずあいつやるね。確実にそうっすね。火だめが痛いんで。入れはしない。まあでも一回。ナイスナイス。金が持ってきた。ナイス。ナイス。なんかいいとこに行ったんや。いいですね、うん。移動した気がしますけど。なるほど。しないのか。あの頭でっかちは出ない。なるほど。これいいね。じゃあもうここ。ここは楽なとこだ。うわ。もうこれ俺いい。下に打って。そうだね。右上に。え？それで上行けんの？上に行くんすか。あ、どういうこと。こう、うん、なんかそっちの方が、あの、なるほど、シールドもいるから。なるほど。シールドの後で。親指が邪魔だ。ちょっと小さい方。親指がごめん、親指邪魔で。でも今の感じが、うん、はい、お、いいかも。いいんじゃないですか。いいかも。はい、いい。ナイス。ゴー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 。いけるもんだな、やっぱ。そうだね、3人でね、本番でやれば。本番のアドレナリンで出るね。うわ、でもミラクルミンは使いたくないよ。これはわ、ここにそのままいけるんですけど、削り切れるかってとこですよね、うん、レプリカもったいねえか。いや、いいよ、使っちゃってもレプリカ。あ、いいよ、使おう。じゃあこうですかね。で、大島のゴーストをやらないのが一番きついかなと思っちゃう。これそれか、右に出て下降りて、下降りてか。それだったらゴースト最初に絶対くれない。なるほどなるほど、ね、左打ちでもいい。左に伸ばして、ね、うん、これでもいいですね。それでも、あ、でもゴーストに入らないとあれだから。それのがいいかな。ぐらい、うん、で、下に角度いけるでしょ。ナイス。よし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 。ナイス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 。うー、ナイス3段。いい、あ、俺いい位置だな、これマーチ。マーチ本当だ。吹っ飛ばされないで。よし、ちょっと吹っ飛ばされた。どうですか、ハマったらまずい。わ、これ上ハマってたらまずいっすね。あまりそうだよね、なんかね。まあでも、ハマってないとするしかないですよね。ハマってないとしよう。か、SS か。貫通。ああ、なるほど。ああ、なるほど。関数、SS ありじゃない。関数、SS ありじゃないか。まあ、ハマってた時のリスクが結構でかいっすもんね。うんうん、で、こうかな。ちょっと離した方がついちゃう。あいつついちゃうのが怖いけど、まあどういけんのかな。あ、そんなどういけんのか。あ、うん、どれじゃん、うん、はい、下行け、ちゃんと下行け、下行け。あー、上だ。あー、でもあれもじゃあダメ。ちょっと待って、もう一回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 、あんまり出ない。あ、ちゃ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 。もう出ないっすね。なんでだろう。まあでも半分。うわ、キラーすげえ。
まあそうか。うわーシールドンが邪魔だな。まあでもあそこのもう間に、もう間でそうだね、あのハーチェルの下につけるしかないんや、うん、つけるしかないですよね。で自分は、自分は暴れるっていうか、あそれもあり、あそれありだね、下から上に上がった。そうですね、ハーチェルの下に矢印をつけるだけ考えて、あとはこんな感じで、はい、頼む。ちょっとずれた、ずれたね。あーゴーストー、やれないのごめんなさい。まあまあまあ、しびれるぜ。誰かすげえ簡単な位置じゃない、誰も。あと7ターン。でもアルセーヌは SS 打ってると打ったところで、かなんかちょっとずれんのやだな。そうっすね、でも使うしかねえのかな、それ難しいっすね。それで外から回ってくるしかないよね。結構深めにね当てないと、なんかやっぱゴーストまで届かないの。うん、確かに左か。20秒。まあ、ハーチェルちょっと削るとかでもいいですけどね。なるほど。5秒。ちょっと削った、もう一回。いやーごめんなさい、むずいね。ここ SS っすか。あ、でも大島唯一いける位置だもん。あそうだね、 SS は、あ、SS だね。で、上からエレメントエリアを上バンバンでゴーストの 頭ですね。頭ぐらい、頭で暴れれば消せそうだね。ちょい右ぐらいにつける。うわ、見えねえ、ちょっとさ、こんぐらい、あ、なんか良さそうな気するけどね。もうちょっと左かな、もうちょっと左じゃない。ちょっと待ってください、うん、親指見えるように。じゃあ逆方向に伸ばさないと。こうか、こうか、もうちょい、あ、もうちょい右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 、あ、違う、あのエレメントをもうちょい右、もうちょっと引っ張って、そんぐらいじゃん今、今、あ、戻っちゃった。もう7、6、ぐらい、そんぐらいじゃん。5、これいいと思う。あ、でも届かないか、届かなそう。ゴースト、ないか、マジか。そうか、上に当たっちゃったか。いやーむず。任せろ任せろ任せろリン。そうか、いや、とりあえず、エレメントを右からだよね、右の間通す感じでね、はい、しかないね、うん、押す邪魔だもんね。もうこれ覚醒とかないから、もう結構しんどいですね。この辺でこんな感じ、あ、いいかも、こんな感じか。あ、うん、今戻して、うん、そんぐらい。あ、ダメかー、ちゃー、難しい。あ、ちゃー難しい。なんてむずいんだこれ。うわぁ嘘だろ、ここまで来て、ここまで来て。左回りか、エレメントエリア左回り。うわ、一か八か。すごいぞそれ。それすごいぞ、決まったら。いやいや決まったらすごいっすけど、相当っすよこれ、うん、ありだね、うん、行ってみます。ワンチャンあるか、アーチェルの下あたりにつく。うわ、セリタの方だ。いやー
まあ次いい位置だけなんですよ。うわあと3ターン、3ターン、ここで倒さないともうほぼ詰み。ミラクルミン使うとどんぐらい回復するの？あのいや多分もう即すぐ 1、2とかだと思います。いやなんでこれが倒せないんだろうな。いやだから誰かあそ近くに配置しておけばよかったかもしれないですね。アルセーヌのねアッチとか、はい、あのシールドの辺にやってみよう。来い。おいあどうだ、行ったけどな。ちょっといやあっちの端すぎて。うわ狭いってこの丸。なんだこりゃ。この丸狭いって。あこれで、あこれはマナナメぐらいの、ね、イメージ。おお。どうだ。手の後ろを見てるか。見てるかな。うん。いいかも、いいかも。あ、でも、うわぁ触れないんだ、今度は本体、本人が。ついた位置。ワルセーヌめちゃくちゃいい位置。本当だね。これも即死っすね。どうやっての穴開いてる。いけねえかな。でも俺たちにはミラクルミンツモンがあるからな。ないんだよそんなもん。いやでも結構すぐ即死だった気するけどな。消しさえすれば。そう、そっちか。ああなるほど。そっちがね、狭いっすよね。狭いんだよ。逆からの方が、いやでもしたら、ね、逆からだとボスに当たっちゃうから。確かにもうじゃあもうそこからしかないですね。右の狭いとこ抜けて。いや、逆からだ。おアルセーヌの友情でワンチャンないかな、あの爆撃で。あ、なるほど。だったらいけるよ。お、いった、いけいけ。いかないんだ。なんでめちゃくちゃいいとこついたじゃん、ね、めちゃくちゃいいとこついた。ドーン3ターン1回行ってみろ。49個あるから。3ターン。あでもここで確実に行って。でもこれさむずくない。えでもこう何が自分の出る場所まあ、マナナメに行こうか、お自分は。あなるほど、いいね。そうですね、そうですね、うん、それしかないですね。このぐらいに行って、それそれだと、あの自分、あ、自分の先っちょ。なるほど、なるほど。で、こんぐらい？もうちょい薄くていいんじゃないですか。うん、うん、あ、いいかも。行ってくれ、行って。よし、よし、行った。あ、行かないの？なにそれ。ただマジでもいやでも次まだ防御ダウン。もう行っててくれよ。あれはいや一番怖いのはあ友情行こうか。アルセーヌの友情で行けそうですね、うん、ゴーストの横につけた。あなるほどね、うん、そうだね。ワンバンか、ワンバンでつけた方がいい。ホールダウンさせないといけないんだよ。だから多分足りてないんですよね、即死ターンまで。まあでもそれはちょっと下かな、もうちょい。うん、あ、そうだ。いいかも。ナイス、ナイス。よしよし、やっと行ったよ。行ってないよ。え？言ってない。ダメだったか。友情じゃ。ごめん。じゃあもうこれでジャキンと。結局だから、どうだこうか。違う。戻すの怖いんだよ。こうだ。
結局一緒だな俺やっぱ。ゴースト消さないと。よし、ナイスー。よっしゃー。った。ただ、あ、防御ダウンした。ただもうここで即死くる。あ、隠せない。あーあ。でん。二個別買う。48個もあるかな。だからやりたくないんだよー。むずいよー。オッケーでも見えた。え、すげえ。うわ、うわ、惜しい。なんで SS 使っとけば。まあでも、まあでも。もうここアルセーヌ飛ばす？でも SS… あ、これ SS どうすか、飛ばしたらすげえな。左こっちに抜けて、抜けて右に来るじゃないですか。で、エレメントを下から、あ、そっか、抜けんのか壁そうだ、壁抜けない。すごいなこれ。決めたら超…でもこれくっつかない。大丈夫、大丈夫じゃん。そうっすね、はい、ここでしょ、要は、うん、で、ここでしょ。そうっすね、そうっすね、そうっすね。で、こういうことでしょうわもうちょい角度薄い方がいいんじゃないですか。あ、わかんないです。でも、そうか、わかんない。うん、はい。あ、そうだね。これだとダメだ。うん。うん。いいかも。頼む！かな、うぅ！どうだ？うおぉやだぁもうやだぁ行くのー。いや、マジでむずいわ。これ、うまい人に、ちょっと本当に、こう、心意気を教えてほしいな。教えてほしい。やり方。なんでこんなうまくいかないな。で、これしか落ちない。4つ。4つ。4つでも、ようやく重心化できる、これ。いやー。行くの、苦手だわ。もう、うん、ペンペン先生しかないかもしれないですね。教えてペンペン先生。呼ぶしかないのか。来ていただくには、はい、ちょっと本当だよ。そうだな。はい。うん、まあでも、はい。ミラクルミン2個使えばなんとか。ダメなんだそんなんじゃ、はい、という感じで。だから早くやっぱビスケットとミラクルミンで抜けたいな、ここは。最後場所が良ければね。そうなんですよね。うまくいけたかもしれないけど。配置もちょっとあるかしらね。なんか右下で、あそこの上のちょっともっと練習すればいけんのかな。確かに慣れもあるのかな。はい、はい、ということで、はい、我々はちょっと苦手ということで、苦手、はいはい、ね、またこういう苦手なのもやっていきたいと思います。はい、高評価コメントチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ、はい。